こんにちは、平井博明です。今日はですね、バンカーショットについて撮っていきたいと思います。皆さん、バンカーショットでグリーン周りでホームランしてしまったり、ざっくりしてもう一回バンカーで出なかったりとかっていう経験ございませんか？今日はちょっとそのお悩みに少しでもアドバイスとなればと思って、ちょっと撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずそのバンカーショットでポイントとしては5つあります。1つ目、意気込まない。2つ目、グリップ力を変えない。3つ目、スタンス方向に振る。4つ目、ベースの向きで振り方が違う。5つ目、スイング中何も変えない。この5つの点について1つずつ解説していきたいと思います。これからバンカーショットを解説していきますけども、全バンカーショットに対してこのイメージをぜひ持っていただきたいことがどうしても一つだけあるので、先にこれをやりたいと思います。ポイントとしましては、ボールの前後5センチぐらい、ここの楕円ですね、この楕円の中の砂を均等に取るイメージ、これがめちゃくちゃバンカーショットでは大事なので、ぜひバンカーショットでお悩みの方、このイメージをプラスしてこれからの動画を見てください。ぜひお願いします。まず一つ目の意気込まないということですが、だいたい皆さんバンカー入って、よしバンカーだって言って、こうどっしり構えて、こう力が入って、こう負けないようにって結構やられてると思うんですけども、バンカーショットはどちらかというとアプローチに近い力感で振ります。小学生の低学年の女の子でもポンとうまく打てるので、力とかパワーとか早く振らなきゃとか、そういうことじゃないんですね。効率よく打っていかなきゃいけないんですけども、ちょっとアプローチ感覚で1球打ってみます。スタンスも普通ですね。狭くしてアプローチと同じ構えをしてポンと打っても全然普通に、今25ヤードぐらい飛びましたけども、それでも全然普通に出るんです。でもどうしても、よしバンカーだ、高い球打ったりとかしなきゃって言って、こうやって構えてするんです。結構こういうの僕コースで見るんですけども、ああいうふうに必要以上に力んでしまうと、もちろんミスショットが出ます。なのであまり意気込まずに、こう気持ち的にはアプローチに近いよという感じで、アプローチよりも若干スタンスを広くして、体の力感なんかもグリーン周りのアプローチと同じ感じでポンと打ってあげるようにしてみてください。2つ目、グリッププレッシャーですね。グリップ力を変えないんですけども、バンカーショットって全ショットの中で特殊ですよね。直接ボールを打たない、唯一、これがバンカーショットなんですけども、一番衝撃が強いです、ショットの中で。なので誰かご友人なんか一緒に練習場行ったら、ご本人がグリップしてもらって、誰かにこうヘッドをクリクリって動かしてもらってください。そうするとグリって動いちゃうぐらいのグリップ力だとちょっと弱いですね。なのでできれば普通のショット、全ショットよりもバンカーショットが一番グリップの強さが強いというぐらいのグリップ力の方がいい。僕なんかは結構強いです。強くに、まあ、10段階で言ったらもう8ぐらいでは握ってます。なのであまりこうゆったりふわっと握るっていうよりは、結構しっかりめにこう抜かれたりして、ずらされたりしても動かないぐらいのグリップの強さの方がいいと思います。3つ目、スタンス方向に振るということですが、今ちょっと棒を今セットしてます。結構多いのがフェースを開くとオープンスタンスにしたりとか、フェース開かなくてもバンカーはカットに振るからオープンスタンスにするよって、すごくターゲットに対してずれたスタンスを取る方結構いらっしゃるんですけども、バンカーショットってフェース開く開かない別として、アプローチもまあオープンスタンス以外はそうですけども、スタンス方向にクラブをまず振るということが大事です。で、大体それをやっていただくと、向いた方向、要はターゲットより左向いてる方は左に飛んでっちゃう方結構いらっしゃるんですけども、そういう場合はもうターゲットにスタンスをまっすぐショットと一緒に合わせてもらって、その構えたスタンス方向にクラブを上げ下ろししてもらう。それがすごく大事なことなんで、
例えばオープンスタンスにしてもいいんです。したらオープンスタンスにしたらオープンスタンスにした方向ですね、この方向、この方向に必ずクラブも上げ下ろししてあげる。今左飛んできましたけども、やっぱりスタンス方向に振ったらボールもその振った方向に飛んできますので、そんなにオープンスタンスにしたりとかっていうする必要はないと思います。これ結構全ショットに言えることですけども、何のためにオープンスタンスにして何のためにフェースを開いているのかが明確でないとそれをやってる意味がないので、そこはちょっとお気をつけください。ショットなんかもそうです、アプローチなんかもそうですけども、何のためにそれをやってるかっていう認識をすることがすごく大事になってくると思います。4つ目、フェースの向きで打ち方が変わります。これちょっとやってみたいと思いますけども、どういうことかというと、フェースを開く方と開かない、まっすぐ構える方といらっしゃると思うんですけども、フェースを開くんであればゆっくり大きく振ります。ちょっと打ってみますね。こんな感じでゆったり、フェースを開くんであれば大きくゆったり振ります。まあアプローチもそうですけど、フェース開くの苦手だよ、開かないよっていう方はちっちゃく早く振ります。ちょっと打ってみますね。こういうふうにアプローチに近い感じです。これ例えばです、逆をやってしまうとすごくミスにつながりやすいです。例えば開く方がちっちゃく早く振ってしまうと、バンスが地面に弾かれてホームラン出てしまう可能性がすごく高くなります。なので逆に閉じる方、まっすぐ構える方がゆっくり大きく振ってしまうと、ズボボボボボボボってずっと地面にクラブが潜りっぱなしになってしまうので、フェースを開かない方はちっちゃく早く振っていただくというのがポイントになってきます。これちょっと2つこう、自分は開くの、まっすぐ構えるのっていうのがはっきりしてないともちろんできないことなので、バンカーは開きますよ、まっすぐ構えますよっていうのははっきりさせた方がいいと思います。このフェースの向きでこう振り方が変わるということなんですが、ちょっとクラブとボールをこうアップにしてちょっと解説していきたいと思いますけども、まずこの棒が今から打つ方向、要はターゲットラインになります。このラインに対してこれがまっすぐ構えてますよね。でこのまっすぐの向きでしたら、このまんまこのターゲットラインに沿って、まあ目安としてこうやってまっすぐ振っていただければいいと思うんですけども、ポイントとしてはフェースを開いた時ですね。で開いた時にすごく気をつけていただきたいことが一つあります。で僕が普段レッスンしている時に非常に多いミスとしては、フェースを開いた時にこのフェースの向き、この向きに上げ下ろししてしまう。要はこの向きに今フェース開いてますよね。この向きにこうやって上げ下ろしをしてしまう方が結構いらっしゃるんです。なんでフェースを開いても必ず振る方向というのはスタンス方向、スタンスラインになりますので、フェースの向きを無視してスタンスの取った方向に必ずクラブを上げ下ろししないと、これもすごいミスが出ます。例えばバンカーで一番良くないのはインサイドアウトです。インサイドに上げてアウトサイドに振り抜くと、もちろんダフリも出ますし、シャンクも出ますし、トップも出ます。なのでこのフェースを開いた時の注意点としては、必ずスタンス方向にクラブを上げ下ろししていただく、これがフェースを開いた時の最大のポイントになります。これはアプローチも一緒です。5つ目、スイング中何も変えない。これ多分バンカーショットで一番大事なポイントの一つかもしれないです。何も変えないというのは、スピード、グリップ力、体の力感、これは絶対スイング中バンカーショット変えちゃいけないです。ちょっと変えないでやって打ってみますね。スピード、力感、グリップ力変えないで上げてフィニッシュで止まる位置までそれをキープする、打ってみます。あのショットですね。もう一球いきます。
今みたいに上げてフィニッシュを取るまで力感、体全体の力感を絶対変えないということ、それが大事です。で、よくホームランが怖いっていう意見を結構聞くんですけども、ホームランってどういった原因で起こるかお分かりになりますかね。一番多いのが地面にクラブが当たって、当たった反動で弾かれてクラブが浮いた時にコーンって当たるのが要はパンって飛んじゃうホームランなんです。それを避けるためにグリップ力、2番のグリップ力っていうのも関係してくるんですけども、クラブが下に地面に当たって弾かれないためにも一定のスピードで打ってあげるということがすごく大事になってきます。例えばこれを早く振った時っていうのはピャッと早く振ると今みたいにホームランします。でもここで勘違いしてもらいたくないことが一つありまして、スピードをゆっくりにしてトップさせてみますね。飛ばないんですよ。スピードがゆっくりならトップしても飛ばないんです。要はホームランしてしまう原因っていうのは自分がバンカーショットで打ちたいなと思ってるスピードよりも速く振りすぎてしまってる。要はそれは不安から来ることなんですけども、これは練習量でいくらでもカバーできます。できれば練習なんかでアプローチでもショットでも全ショットに共通するんですけども、スピード感を変えないでゆったりな力で打ってあげることっていうのがすごく大事になってきます。この5つの点ですね、これを実践していただくとバンカーショットなんかはうまく打ててくるんじゃないかなと思います。で、最後にまとめに入ります。まず1つ目、意気込まない。バンカーだよって言ってこうガーッとこう体が力んだりとかですね、力が入ったりして振らないようにした方がいいと思います。2つ目、グリップ力。このグリップ力というのはスイング中に握っている強さをなるべくしっかり、全ショットの中でも一番しっかり握ってあげられる強さの方がいいと思います。3つ目、スタンス方向に振る。必ず構えたそのスタンスの方向にクラブを上げ下ろししていただいた方がいいと思います。4つ目、フェースの向きで振り方が変わるということですね。開いたらゆっくり大きく、閉じてたらまっすぐ構えてたら早くちっちゃく振るというのがポイントになります。5つ目、スイング中何も変えない。これがもう一番大きいポイントかもしれないですけども、体の力感、強さだったりグリップ力もそうですけども、振るスピード、フィニッシュまで同じスピードをキープする。もうスイング中にもう上げ始めたらフィニッシュまで何も変えない、自分が動き始めたスピードで全てこなすということがバンカーショットの、このポイントになってきます。この5つをですね、実践してもらうと、あ、バンカーってこんな感じかっていうのが多少変わってくると思いますので、お試ししてみてください。で、今日はバンカーショットやりましたけども、ぜひコースで試してみてください。ありがとうございました。